はい、こんにちは、瀬名助です。今回はね、じゃん、こちらの、HG のジオングを作っていきたいと思います。ジオング、私あの SD のネオジオングだったら作ったことあるんだけど、 SD のネオジオングめっちゃでかかったよ。この子どうなんだろうね。ジオングか、でもこのジオングは初めてですね。楽しみなんですよ。てかあのジオングってめっちゃでかいイメージがあったので、 HG であるって知らなかったんですよね。で結構前に買いに行った時にこのジオングの HG 見つけて、あ、HG で売られてるんだって思って、まあ結構興味がすごいあって買ってきました。ということで今回こちらをね、まあ、組み立てていくということで、じゃあ今回もねちょっとゆっくりのんびりおしゃべりしながら組み立てていきたいと思います。 HG にしては結構ねでかい箱なんですよね。この厚みがねすごいあるっていうね、高さがなかなかねかっこいいですよね。足なんて飾りだでしたっけ。私ねシャアが言ったと思ってました、足は飾りっていうの。じゃあね、シャアじゃないんですよね、言ったのね。シャアが言ったんですかね、足が。なんで足ないんだみたいなこと。はい、ということで組み立てていきます。あ、結構ね、あの箱がでかいから、大変そうかなと思ったら、結構パーツがでかくてね、なんなん一枚一枚が、なんかシンプルな感じがしますね。あら、ん?なんか、この子だけ、なんかハートじゃない?この形。なんかハート型のお尻じゃないよね、これ。あ、足か。一応、でもお尻は合ってんじゃない?一応、お尻はお尻じゃない?はい。このハート型のパーツだけがなんかこのまま入ってました。袋に入っておらず。あ、結構やっぱり箱がでかいけど、シンプルそうで、これは作りやすそうだぞっていうことで、はい、作っていきましょう。はい、ということで、じゃあね、早速作っていきます。でね、まずは腕から作っていくようですね、このジオングは。よっしゃ、やっていこう。78? どうなってんだろう。178? ちょっと78先切ろう。なんかややこしい。もうね、私もね、あれですよね、最近ほら、生配信のたびにさ、キューキットとか組んでるじゃないですか。最近ね、キューキット結構多いんですけど、ほら、キューキットよく組んでるから、私ね、結構ね、腕前上がってきたんじゃないかって自分で思ってます。いかがでしょうか。ちょっと調子乗んなよって言われそうなんですけど、でも私ね、多分ね、キューキットがね、ついもたもたしちゃう理由って多分ね、もう自分で思うんですよ。接着剤にね、なんか自分すごい苦手意識あるなって思うんですよね。なんかね、接着剤を使わなきゃって思うとちょっと気持ちがドキドキするんですよね。なんか失敗しちゃいけないみたいな。なんかそういうのがあって、なんかね、難しいんですよね、私の中で。私って結構ね、そういうこれ苦手って思い込んだら、もうそれがね、本来はできるはずなのに全くできなくなるぐらいね、こう思い込みが本当に激しいんですよ。だからね、本当気をつけなきゃなって思ってます。そういうところで、その思い込みで損しちゃうのってもったいないじゃないですか。とかちょっと気をつけたいなーとか思いながらやってます。これどうやってつけるの。あ、こうか。わかったわかった。すごいなんか二択選択があるんだけど、どうしたらいいんだろう。右寄りにつけるか左寄りにつけるかみたいな、なんかそういう差があるんだけど、どうしようかな。え、なんかそこが書いてないんだけど、いいのかな。適当で、適当じゃよくないよね。適当が本当に怖いってことを最近やっと私分かってきたんですよ。はい、うん、はい。ということで何かしらね、あのね、パーツがねできてきてるわけなんですよ。なんかついてる。で、今ね、ジオングのね、手を作ってるんですよね。手。で、これがね、指をね、なんか一本ずつはめていくんですよ。こう、なんか地味にね、大変ではないんだけど、なんかね、地味にね、めんどくさいんですよね、これがね。はーい、親指つきました。っていう感じでやっていってます。なんかね、何気にね、指の長さが違うんですよね、この、ジオングくんの指。ちゃんとね、長さがあるのでね、バラバラにはめちゃうと変な感じになっちゃうんでしょ。はい、やっほー、はーい、ハロー。こんな感じで、あ、
の向き間違えた。実はね、これ2個目なんですけど、作るのね、指の向きをね、さっきもね、指の向き間違えたのに、また間違えてしまいました。なんだよ、なんで間違えんのよ。もうね、確認したんですよ、これ、今ね、はめる前に。確かこれが、手のひらだから、指はこっち向きだねっていうのね、ちょっと確認したのに、なんで間違えてんのっていう。まあそういう感じですよ。はい。ということで、こうやってやってるとね、時間がどんどんね、消費していくわけで、気づいたらね、もう何時間という時間が経過してるわけでございます。ということで、手ができました。はい、もう一個の手もできてます。ということで。じゃあね、腕の部分をね、今作るんですよね。腕はね、どうなってんだ、これ。これに、なんか、違うのかな。なんか不安定なんだよな。よし。はい、片手できました。合ってる、これ合ってる、これ合ってる。私また録画して忘れてた。一回録画切って、その後もう一回再開したつもりが、再開をせずに喋ってた。また一人で空振りみたいなことしてた。はい、でもね、幸い少しカットになっただけなので、あ、よかったということで、まあ、うん、もう一回仕切り直しで、今ね、なんかね、なんかすごいでかいパーツとか、つけていってるんだけど、このね、もともとは小さかったパーツたちがどんどん膨らんでいって、体が大きくなっていって、このままどこまで成長するんだ、君はっていうところなんですよ。でね、私が今組み立ててる場所がね、どこなのかはっきりわからずに、これどこの部分なんだろうなんて思いながら作っています。はい。で、ポリキャップを切り取っていきます。これにパーツをはめるわけなんですよ。はまらない。またポリキャップか。ポリキャップの野郎、なんなんだよ。ちょっと待ってね。なんとかいけました。で、私ね、やっとね、この何を作ってるか分かってきました。多分ね、胸のあたりでしょうね。肩とか胸のあたりを作ってるんだと思い始めてます。ということでね、体の部分。ここで部屋でさ、こうやって模型組んでたら、外の音がね、だいぶ聞こえてくるんですよ。今、まあ、静かな部屋でやってるので、外の音がめちゃくちゃ聞こえてくるんだけど、すごいね、イケイケな人たちの声が、なんか、結構定期的に聞こえてくるんですよね。なんか、めっちゃギャハハハみたいな、ちょっとギャルみたいなのが、なんか群れで、こう騒いでるような声だったりね、なんかめっちゃイケイケな音楽を流しながら、こうなんか男の人の何人か男の人の声でウェイみたいな感じで歩いていく声聞こえたんだけど、こんな夜中に、夜中っていうほど遅くはないけど、まあでも早い時間ではないよ。今何やってんの、若い子だよきっと。あれ、若い子何やってんのよ、とこんな時間に出歩いて。パリピだな、パリピ。来れないよ、もう来れないじゃない。どうするのよこれ。私は家の中でこうやって黙々とガンプラを組んでるのに、君たちは外で音楽流して大きい声で爆騒ぎして、何なんだよ、もう取れない、うん、はい、なんとかここまで来ました。やっぱり体の上半身の部分でしたね。ね、はい、ということでね、もうちょっとさっきはね、パーツが取れなかったり、もう外から大きい声聞こえてきたり、もういろいろあったけど、はい、いい感じで進んでます。あともうちょっとだよ。もうね、ジオングね、私結構簡単に組めるってこれね、最近なんかいつものパターンなんですけど、結構ね、パッと組めるって思ってから、ちょっと舐めて入っちゃうんですよね、この組み立てを。で、思ったより時間かかって、あーしたーってなっちゃうっていう。今それです。思った以上に時間かかってます。1時間かからないくらいで組めるような気がしてたんだけど、今ね、だいぶ時間かかってるよ。2時間くらい経ったんじゃないかな。いつもなんですよ。いや、もともとね、ほんとついこの間までね、ガンプラ組み立てるのね、めちゃくちゃ時間かけてた人がね、そんな急にね、ポンってね、上手くなるわけがないんですよ。そう思う、自分で。ちょっと待って、なんかネジみたいな、何これ。あ、ネジじゃないのか、よかった。キューキットのね、ササビ組んだ時にね、もうネジが入ってたのね、私若干トラウマなんですよね。ネジ嫌だなっていう、ネジ嫌だなっていう気持ちがあります。私ネジを回すのすごくプレッシャーというか、苦手意識が、これまた苦手意識なんですけど、接着剤と同じで苦手意識なんですけど、そういうものがあるので、できればネジはやめていただきたいなという、はい、そういう気持ちでございます。この子が出てきた、ついにこの子来ました。この子が出てきたので、これをこうやってつけます。
はい、足。ハートちゃん。ハートだよね、これ絶対。どう見てもハートですよね。バレンタインにいかが？ジオングみたいな。バレンタインにはジオングみたいな、どうですか？ハートの気持ちみたいな。はい。はい。あ、絶対ハートですよね。これいいね。ハートってなんかみんな好きだもんね。あの動物の森でもハート型の池があると、ふう、テンション上がるみたいな感じでツイッターで盛り上がってたし、あのね、キリンのね、体の柄にハート柄が入ってたらめっちゃ縁起いいじゃんみたいな、恋愛がうまく実るみたいな感じで、こう恋人たちが集まる聖地になってみたりとかね。ほら、ジオング、どうでしょう。じゃじゃん。だいぶできてきました。あとはね、多分ね、顔を作ったら終わりだと思います。ちょっと疲れてきた。あとちょっとで完成です。楽しみです。完成成果楽しみ。はい、ということでついに完成まであと少しというところです。ではね、完成の儀を行いたいと思います。頭をつけるよ。ダダン、かっこいい。でもちょっとこのアンテナかわいいね。なんか枝がちょんって刺さってるみたいな感じが。ちょっと雪だるまみたいなね。そんな感じがしちゃったりしますね。ちょっとかわいいかなって思いました。ね、腕もつけ間違えないようにちょっと気をつけて。おー、ポリキャップのつける向きがまた間違ってる。またよし。つける向き間違ってるな、私。これ、すいません。私はもう完全に悪いんだ。つける向き間違ってた。もう、ほんと。はい。ということで、腕、ちょっと時間かかっちゃったけど、できました。あの後もね、なかなかハマってくれなくて、ちょっと苦労したんですけど、なんとかできたよ。めっちゃジオングカメラ目線なんだけど、気のせいでしょうか。物合いがついてないから、目線の先はわからないんだけども、なんかすごいカメラ見てるなっていう感じがします、私は。はい、ということでね、ジオングくん、完成した！やったー！思ったよりめっちゃ時間かかっちゃったけど、無事に完成することができました。楽しかった。ちょっとね、腕の、あの、ポリキャップが、やっぱりね、ちょっと古いキットなのかな、やっぱりこれも。ポリキャップのハマりがちょっとたまに怪しい時があって、そこでは私は少しハラハラしたんですけど、はい、なんとか無事完成することができましたね。ってかっこいいね、やっぱりね。ハートのジオング。かっこいい、かっこいい。かっこいいし、なんかやっぱかわいいし、めっちゃカメラ目線だし、うん。君アイドル、いけるよ。ハートのジオング、いけるよ。はい。ということでね、今回は、結構ダラダラとおしゃべりとか交えつつ、プラモを組みました。はい。ということで、HG のジオングくん完成した。よかった。ということで、皆さんもね、ぜひ、ジオングくんね、組んでみてはいかがですか？で、他にもね、やっぱり HG はね、手軽に組めて楽しいですよね。うん。またいろんな HG にチャレンジしていきたいと思います。もちろん RG とか MG もチャレンジしていくんですけど、はい。あの辺は時間がかかって大変だから、はい。ちょっと HG で遊びつつ、ちょこちょこ RG とかも組んでいきます。はい。まだね、組みたいものがいっぱいあるんだよ、あの辺。PG とかでも組みたいのあるし、うん、組んでる途中のもあるし、大変。ということで、まあこれからも頑張っていきます。はい。じゃあね、今回はこの辺で。じゃあねー。またねー。